先ほどもお伝えしましたが、ファンミーティングが来月行われます。奈々ちゃんとお話しましたね。公演日程が7月8日土曜日です。約1ヶ月後ですね。先日4月20日 YouTube のチャンネル登録者数が100万人を突破しました。これを記念しまして、ウェザーニュースライブファンミーティングを開催します。2018年以来およそ5年ぶりとなるウェザーニュースキャスターに会えるリアルイベントの開催です。いつも番組を見てくださっている皆さんにたくさんの感謝を込めてお届けしていきます。いやー、リアルイベントってなかなかないじゃないですか。私もこう2018年10月に、デビューさせていただいて、何日か後にそうですね、あのリアルイベントと皆さんと、はい、イベントをさせていただいた記憶はあるんですけれども、それ以来なかったと思いますので、ファンミーティング楽しみです。 ありがとうございます。そうおっしゃっていただいて、あの私たちも皆様にお会いできることを楽しみです。目線くださいねそういうイベントではないですよね。どんなイベントかちょっと分からないですけれども、そんなイベントではない。どんなイベントなんでしょうかね。何をするか私たちもまだ知りません。いや、そういうイベントじゃないんじゃないですか。アイドルではないですからね、決して。私も踊れませんし、歌も歌えないです。あらかじめ言っておきます。かろうじて歌は歌えるかもしれませんが、踊れません、絶対に。あの踊れないですね、きっと。踊れたとしても、まあ、これぐらいですかね全くあの踊れないんです、私。あの下手なので踊りはできないと思うんですけれども、何をするかはまだ知らされておりませんけれども、一緒に楽しんでいければなと思います。ではでは、どんな内容かと言いますと、まず日時ですね、14時から16時の2時間の内容です。場所は六本木の EX シアター、六本木ですね。東京都港区の西麻布 1-2-9 の六本木ということです。あとはチケット価格が5500円、チケット販売日時が6月7日から11日先行販売です。抽選です。そして一般販売が6月17日からということで、もうそろそろですね。いやー、あと3日後からですか。この表示見るとなんか自分も買わないとなって思ってしまうんですけれどもいやと思っちゃいますね。でも自分が出る側ですもんね、今回ね。自分が出る側なんですもんね。そうですよね。なんか不思議な感覚ですね。プレイガイドがテレ朝チケットにて、はい、販売ということになっております。北海道からですか。北海道の方も来てくださろうとしてるんですか。ありがとうございます。結構ね、遠い道のりかと思いますので、気をつけてお越しくださいね。抽選と一般で分かれてるんですね。これファンクラブじゃなくてもいいんですもんねそういうのでないんですもんねもう完全にもう目線が、私もうあれですよね、買う側になってますけれども、出る側です今回ダンスはしないと思います。ダンスあるんですか。本当にさすがにないですよね。さすがにないですよね。ちなみにお土産もご用意しております。もうこれ完全に私がいつも持ってるものなんですよね会場にて来場者の皆様全員にプレゼントさせていただきます。色が変わるペンライトとオリジナルうちわです。どんなペンライトなんでしょうかね。ロゴとかが入ってそうな、なんか予想しますけれども。あとうちわですって、あれですよね、きっと名前が書いてあるんですね、きっとうちわ。そういうわけじゃなくてですかそうじゃないロゴですかね何があるんでしょうかね、気になっちゃいますね。これ画像イメージですから、どんな形かも分かりません。あのよく私たちが使うのはペンライトもそうあるんですけど、この通常のペンライトじゃなくて、こう形が変わってるペンライトも結構あるんですよ。ありますよね、こうハート型とか星型とか、あと何ですかね、あのマスコットのキャラクターとかのペンライトがあるんですけれども、ウェザーニュースのペンライトはどうかですよね。どんなペンライトか、この形なのか、もしくはなんか形がお天気っぽいのかとか。でもちょっと難しいかな、さすがに
曇りのペンライトとか可愛くないですか、雲の。あ、そう、ペンライトはね使えるんです、減災のためにも。私もあの細いペンライトと太いペンライトと最近買ったなんかこうマスコットのペンライト持ってるんですけれども、枕元に置いておくと停電対策の時に使えるので、ぜひ皆さんもこちら重宝いただければと思います。うちはもう熱中症対策で使えますよね。あのぜひ用途に合わせて使っていただきたいと思います。どんなうちわなんでしょうね。うん、いや出る側に回るのかあまりなんかこう、そうですね、あのまだ実感できてないんですけれども、頑張らせていただきたいと思います。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。ワクワクドキドキですね。何をするんでしょうかね。クロストークするんですかね、皆さんで。なかなか全員ではないですからね。みんなでクロストークしてクイズ大会とかありますかね。抽選大会とかビンゴ大会とかですかね。まだ分かりませんけれども、はい、ぜひ皆さんもお楽しみいただければと思います。先行販売